ベイルートアメリカ海兵隊兵舎爆破事件は、レバノン内戦中の1983年に、レバノンの首都のベイルートにある、アメリカ海兵隊の兵舎が、車爆弾を使用した自爆テロで狙われた事件である。アメリカ海軍、アメリカ陸軍の兵士も含め241人が死亡、60人が重軽傷を負った。一日の死者としては、アメリカ海兵隊の歴史上、 太平洋戦争の洋刀の戦いに次ぐ犠牲者数となった。この事件の2分後、同じく国際平和維持部隊を構成していたベイルートにあるフランス陸軍の空挺部隊の兵舎も同じように自爆テロで攻撃され、58人のフランス軍兵士が死亡、15人が重軽傷を負った。こちらもアルジェリア戦争以来の死者数だった。爆発直後に撮影された。 煙を吹き上げるベールート国際空港のアメリカ海兵隊兵舎、爆破されたアメリカ海兵隊兵舎、爆破前のアメリカ海兵隊兵舎。1983年10月23日午前6時20分、二人が乗った一台の黄色いメルセデスベンツのワゴン車がベールート国際空港に向かった。そこにはアメリカ海兵隊の第二海兵士団第八。 海兵連隊の現地司令本部が置かれていた。ワゴン車は当初、水を運んでいるように思われた。しかし車内には5 4 0 0ラム相当の TNT が積まれていた。ワゴン車は弊社前の駐車場を一巡し、それから加速して有刺鉄線を突破して、玄関を突き破りロビーに激突して爆発した。爆弾はガスによって起爆する仕組みで、 爆弾の上には瓦礫が積み重ねられており爆発で飛散する構造であった爆発によって4階建ての建物は完全に崩壊した2分後西米ルートから 6km のところに置かれたフランス陸軍の第一両兵落下山連隊本部が類似の車爆弾で狙われた車は建物の地下駐車場に入ると爆発8階建ての建物は 完全に崩壊した。フランス兵たちは、海兵対兵車爆破の音を聞いて、窓に集まっていた最中であった。救助活動は、狙撃兵に狙われ困難を極めた。負傷者は沖合に停泊していた、教習揚陸間、オージマに運ばれ、キプロスなどに移された。ベイルートを拠点とし、同年4月のアメリカ大使館爆破事件など、レバノン内戦時に盛んに、 反米テロを行っていたイマドム・グニアーヒキールイスラーム政選機構が反抗声明を出した。背後にはヒズボラの関与が指摘されているがヒズボライランシリアいずれも否定している。アメリカのロナルド・レーガン大統領は直ちにテロを非難する声明を発表し、直後にフランスのフランソワ・ミッテラン大統領とアメリカのジョージ・ HW ・ブッシュ副大統領も現地入りし、 米仏首脳とも国際平和維持部隊のレバノンからの撤退はないとする声明を発表した。米仏はイスラム革命防衛隊がヒズボラの軍事訓練を行っているバールベックへの空爆を計画したが、これは中止された。12月、空母ジョンカイケネディとインディペンデンスから飛び立った戦闘機隊が米ルートのシリア軍人地を爆撃した。翌年2月、 アメリカ軍地上部隊はレバノンから撤退した。また戦艦ニュージャージーがベッカー高原のシリア軍人地を攻撃、数百人のドゥルーズ派民兵やシリア兵が死亡した。5月、ベイルートのムハンマド・フセイン・ファドララー自宅近くで車爆弾による爆発が発生し80人以上が死亡した。ファドララーはヒズボラの精神的指導者であり、 ヒズボラはアメリカによる犯行であると非難した。モサット職員のビクトール・オスロフスキーは、モサット長官は、ベールートのアメリカ海兵大兵舎爆破事件の計画を事前に知っていたが、モサット長官のナフーム・アドモには、意図的にアメリカに通知しなかった、とも、サット長官を批判した。モサットは、レバノン内戦に介入するアメリカを心よく、思っていなかったという。 平和維持軍を構成していたアメリカ軍、フランス軍などは、レバノン内戦への介入に失敗した形となり、数年での撤退を余儀なくされた。ヒズボラは、関与を否定した者の,の戦果を検定し、パレスチナにおける発言力を増した。中東において車爆弾を初めて使用したのは、パレスチナ人殺害目的に用いた、イスラエルの武装組織レヒであるとされる。その後、 レバノン内戦を契機に車を用いた自爆テロは中東全域で多用されるようになり、特にヒズボラ系組織が好んで用いた。1979年にソ連のアフガニスタン侵攻が起こると CIA を後ろ盾にしたパキスタン軍統合情報局はムジャヒディに爆弾技術を指導した。1983年にベイルートで相次いで起こった。 このアメリカ大使館と海兵大弊社爆破事件がイスラム過激派に与えた影響は極めて大きく、1983年はテロリズムにとってエポックメイキングな年となった。特にアフガニスタン紛争を経験しているアルカーアイダは車を用いた自爆テロをアメリカ軍施設を対象に重ねることになる。一方、事件を引き起こしたイスラム聖戦機構は1986年に ソ連の外交官を誘拐したことが原因で、KGB による激しい報復を受け、さらに、シリア、レバノン両国の攻撃により弱体化して1992年に事実上壊滅し、指導者のムグニアーラはヒズボラに合流した。しかし、ムグニアーは2008年にもサットが仕掛けた車爆弾で暗殺された。ありがとうございます。